お二人ともやっと来ていただけましたか。ちゃん、何かあったのか。ナビレット様とフリーナ様が揉めているようなのです。その様子を見てきてくれませんか。Dispute. That's odd. What are they arguing about? Oh no. だから僕はもうはっきりと言ったはずだ。問題が根本から解決されていない以上、君と私の間ではいかなる言い訳もつ失礼を承知で言わせてもらうが、自分の立場を理解していただきたい。君は水の魔人ホカロルスだということを、これを見るといい。ポア村長の事故の犠牲者リストだ。この人たちは今回は止められなかった。だが同じことを繰り返すのはこの私が許さない。もう一度言う。知っていることを洗いざらい、私に教えてもらう。昨日ポア村長の近くにある古代遺跡で3枚の石板を見つけた。なんだい、急に尋問するような口調で聞いて。僕は何も知らないぞ。でも今古い遺跡で見つけたと言った。ああ、それが君に尋ねた理由だ。石板は4枚あったはずだが、1枚目の所在は分からず、残り3枚にはそれぞれ異なる絵が刻まれていた。予言。そのうち2枚目の石板には先代水神エゲリエが空に浮かぶ島に向かってひざまずき、罪を告白するような姿が書かれている。知らないね。そんな石板見たこともないから。もう一度と。君は先代水神と関わる情報を本当に一切持ち合わせていないのか。石板から読み解いた情報によると、水神エゲリアはあることについて謝罪、もしくは罪を辞任していた。これに関して一番知っているのは君のはずだ。どの神だって秘密くらい持っているんじゃないかな。先代は先代で、僕は僕さ。知らないのも別に変なことじゃないと思うけど。君が焦っているのはわかるよ。でも悪いけど、本当に言えることは何もないんだ。フリーナ殿、こうなったら単刀直入に言わせてもらう。君が各方面の力を使い、裏で何か調査していることは把握済みだ。様々な証拠が示している。君がずっと密かに予言について調べていること、水神として予言を調べるのは別におかしなことではない。だがエゲリアの秘密を知らないといい、調査後に何の動きも見せないのは非常に妙だ。君は君が見せているほど浅はかではない。そして誠の愚者でもない。しかし君の行動は極めて矛盾している。ヌビレット、君はそんなに僕のことを気にかけてくれていたのかい。そんな風には見えなかったよ。君は僕が裏で調べていることを知っている以上、僕に対してまた別の視点を持つようになったんじゃないかな。僕を尋問したり疑ったりしたところでまるで意味はないよ。君は最高審判官である以上、僕の部下であり、僕、君はただ僕という神を信じればいい。心の奥底で納得できるかどうかは別として、ただひたすら従えばいいのさ。いずれにせよきっとうまくいくのだから。僕が言いたいのはこれだけだ。この件で話すことはこれ以上ないよ。おお、いけない、もうじき歌劇場の開演時間だ。それじゃあまた。バイ。みんな、スターマン。フリーナのやつ、
オイラたちが入り口に立ってたことに気づいてなかったみたいだな。She's probably... どうしたんだろう。Pretty... 顔は笑ってたけど、内心はオイラたちの盗み聞きに気づく余裕もなかったとか。Really bits with the prophecy. Yeah, she's probably hiding something. ドアの外でだいぶ待っていたのだろう。Yeah, I listened to it a little bit. あれ、バレてたんだな。フリーナは気づいてなかったみたいだけど。彼女はひどくうろたえていた。理由は私にもよくわからない。討論は幾度も暗礁に乗り上げてしまったよ。事態をこれ以上放置するわ。しかしどうしても解せない。対話はコミュニケーションの基本だというのに、なぜ彼女はああも対話を拒め。 I'm afraid questions alone might not suffice. We need to make her understand how dire the situation actually is. 事情を知るものであれば誰もがフリーナには秘密があるとわかる。問題は態度だ。やむを得ない時が訪れるまで何も明かす気はないのだろう。もしかすると口を割らざるを得ない状況を作る必要があるかもしれない。それってどんな状況だよ。一般的に人は裁きを前にして初めて真相を語るものだ。水の魔人にそのような場所に立たせれば。あ、でもフリーナはこれまでたくさん審判を見てきて、質問を回避するのが得意だろ。周到な準備と様々な勢力の手を借り、あらゆる措置を講じる必要があるだろう。できればいかなる形であろうと、こういったことには加担したくなかったが、全ては予言を現実のものにしないために必要なこと。Because if Von Chain is gonna be fluttered, the entirety of Jaivan is gonna be fluttered. 彼女にとって少々酷ではあるが、フォンテーヌ全体が危機に瀕している今、神が持つ情報はあまりにも重要だ。そこに価値があるのならば、イチルの望みにかけるしかない。That case, we'll need help. 力を貸してくれる人物に心当たりがあると。I think I know who to call Mona.よし、これでみんな揃ったぞ。にしてもこんなところに隠れるなんてよく思いついたな。ボア村長は最悪に遭ったばかりで、今は人が少ない。だから話し合いにはちょうどいいと思う。このマジシャン、オイラたちの隣に座ってさも当たり前かのような表情でお茶を。家族は一緒に座ってひとときの安らぎを楽しむべき。ここでお茶をいただくのも悪くないね。どうかな、一杯。みんな話を聞いてちょうだい。それとも適当に誰かを選んでこの場を任せることにする？あんたはどう？え、無理だよ。じゃあヌビレットさんは？私がその役を担えば、この船を法廷のような雰囲気に変えてしまうだろう。ほらね、進行役はやっぱり地元の大ボス、つまり私がやらないと。前置きが長すぎる。確かにそうだけど、とにかく私たちの共通の友人である旅人がみんなを集めて今後のことについて、具体的にはそうね、みんなで力を合わせてトラップを一式仕掛けるの。へえ、なんだか面白そうだね。でしょ。まあトラップっていう表現はついさっきクロリンデから聞いたのをそのまま使っただけなんだけど、急にみんなの前で話すことになったからさ、具体的な内容は彼女に説明してもらいましょう。さっ、はあ、自分に任せろと言っていたはずだが。まあまあ、あんたの仕事ってあんまり喋る機会がないんでしょ、うん、
これを機に鍛えておけば職場でも気の利いた言葉を自然と使えるようになって上司からも贔屓してもらえるんじゃない？ Can you reject that smile? Isn't that that's a beautiful smile? そうか。では上司はどう思いますか？上司と認めてくれるとは光栄だ。精進するといい。Go on. This is awkward. では、みんな狩りをしたことはあるか？ないと思う。小さい頃フレミネと一緒に木の棒とカゴでノウサギを捕まえたことがあるよ。リネットは、そうそう、その日は体調が悪くて参加できなかったんだよね。魚ならダイビングしてる時に何匹か捕まえたことあるけど、それもカウント、うん、であればどれも本当の狩りとは言えない。みんな聞いたことないかもしれないが、フォンテーヌには昔ファントムハンターというチームがいた。ただ彼らはハンターと呼ばれていても、狩りの対象は動物ではなく古代のレムス王朝が残した多種多様な魔物だった。今のフォンテーヌは魔物の数が減り、ファントムハンターも人混みに隠れ他の武装勢力に所属するようになった。トラップを構成するものは次の3つだ。おとり、トリガー、拘束装置。獲物を処理する必要があれば、今ここにいる皆がトラップを作るとしたらどんな構造のものを選ぶ？僕はやっぱりハトとかウサギが餌に誘われる感じで自然と入っちゃうようなカゴ工。僕たちが仕事するときみたいにほんの少し細工する必要があるけど、まあこれでも僕たち3人とも。じゃあボア村長の住民の避難を手伝ってた時も同じ方法を使ったの？部下たちから泣いてる子供にマジックを披露してたって聞いたけど。うん、そうだね。おまけに並行してその一帯の情報も整理してたんだ。僕はそんなにすごくない。コツコツとした方法が好きだから。水中におとり用の餌を仕掛けると魚が手の届くところまで泳いでくる、そういった感じのがいい。むしろそういうやつの方が魚をいっぱい取れたりするんだよな。心を落ち着かせるのって何よりも大切だし。私は二人のアシスタントをやる。ノーアル鷹は爪を隠す。私だったら動物型のマシナリーを使うかな。パパが昔クロックワークのリスやネズミとかを買って森にいる仲間を誘い出してたのを見たことあるんだ。あんたもそういうのが好きだったよね。当時一緒にいたでしょ。確かにそれはいい方法だ。完璧な偽装を施してあれば同類はおのずとついてきてトラップにかかる。ヌビレットさんはどうですか？私はあいにくそのような経験を持ち合わせ。それもそうでしたね。あなたは腕や細工に頼ることなく直に問題を解決することがほとんどでしたから。でしたらもう一つ質問させていただきます。もし今私たちが大掛かりなトラップを作るとしたら、それはどんな形？効果的でありながらも獲物をひどく傷つけるものではなく、また優しいものであってほしいと願う。慈悲深いお方だ。ただそれは拘束装置と処刑器具の設計に関わってきます。一撃で仕留める必要のある獲物の場合、私は最も強力な処刑器具を選ぶ。そして注意深く見張らなければならない獲物に対しても同じ選択を取る。どうして？獲物を最も巧みに無力化できるハンターこそ命を傷つけることなく獲物を掌握できるからだ。つまり僕たちは今から狩りに行くってこと？In a sense, probably. この例え方はオイラたちも予想してなかったな。納得できそうでなんか違うような気も。もし捕獲と処分が獲物に対する審判であれば、私たちのやることは似たようなものだ。高みに座す神を裁くのなら狩猟の100倍は胆力が必要となる。
なるほど。ふん、なんだか面白そうだ。It's gonna be a wild quest. Metaphor. We'll not call this a hunt because this is not what you should do at present. Nor has the relationship between you and Farina reached such a dire stage. What you need is simply the secrets she is keeping. Attempting to take her secrets is an act of sacrilegious disrespect.But must be done to prevent Fontaine from sinking into the waters as foretold in the prophecy. There is neither hunter nor prey, but there must be a trap. That is what you will need. Luring. ここ数日、ほんと忙しかったな。数えきれないほどいろんなことをしてきたぞ。 Those beating shows are making me hungry. あんなに長時間話し合うなんて、あいつら意気込みが半端ないな。せめて少しくらいはたじろぐかと思ったけど、ああ、素直なフレミネは怯えてたか。でも他のやつらはせいぜい驚いた程度だったぞ。 Do you feel more confident after meetings, Paimon? え?オイラか?こういうことってあんまり経験がないからわかんないな。でもお前と一緒ならきっとうまくいくと思うぜ。だって他のやつらがどんなに頼もしくても、オイラからするとお前ほど信頼できるやつはいないからな。ヒヒッ。で、あれ?something wrong? お前いつの間にお茶なんか入れたんだ?オイラ気づかなかったけど、 No. じゃあ見たことないコップだよな。そう緊張しないで。ん?ただお茶を飲んでいるだけだから。待った、さっきは喋ってなかっただけよ。 Who are you? うわー、誰もいないのに声が聞こえるぞ。私の声もう忘れたのかしら。 待てよ、この声確かにどっかで聞いたことあるような。お前ってスメールにいた時わけもなく空から聞こえてきた。その言い方間違ってるようで正しいわね。前回と同じようにあなたが迷い込み、そして私がその迷いを感じてここに来たの。人を導くのは私にとって手放すことのできない甘美なものだから。ただの通りすがりの気まぐれな客に過ぎないわ。友人の弟子の頼みを自ら引き受けようとして。Allow me to ask you, will Fontaine's prophecy come true? 予言は当たるわ。必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。そんな、だったらまだ止められる可能性は残ってるのか？すでに失敗した例を見たことがあるはずよ。テイワットのすべてがそう簡単に変えられると思う？There it is again, fate. Can there really be no exception? I mean, are there no other ways? 気がついたのね。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚であなたがこれから見るさまざまな出来事は果たして神が目にする運命と違いがあるのかしら。こいつ何言ってるんだ。なんかすごそうでスケールのでっかい恐ろしい話をしてるみたいに聞こえる。あなたならきっとわかるでしょう。無視していいものと手を差し伸べないといけないものを、テイワットの未来がどうであれ最終的にあなたを導くのは運命だ。さてと、
いいお茶だったわ。ありがとう。今日のお茶会はここまでにしましょう。声が聞こえなくなったぞ。Midge, and is this the clue you're leaving for us? Spread the news of the moment, and then you wake up, someone seems to be outside the loop. Oh, なんか声が聞こえるな。しょうがない。オイラが見てきてやるぜ。Getting more diligent, huh, Paimon? 何言ってんだよ。起きたばっかりで、どうせお前は何もしたくないだろ。帰ってきた途端、あなたたちの掛け合いを聞けるなんて、二人はいつも賑やかですね。ルナ。Have you been for the past few days? まあまあです。スチームバード新聞に行って、以前話したシンポジウムに参加してきました。思ったより楽しかったですよ。フォンテーヌ人は悲観的な方ばかりではないようです。シンポジウムに出席したある記者は、ただ黙って待つのではなく、自分たちで危機を回避する手段を準備しないと、と提案していました。私もその通りだと思い、彼女と少し話してみたんです。もしかして、それって髪がピンク色の記者じゃないか？そうです。あのシャルロットです。あなたも覚えていますよね。考えたことをそのまま実行し、何でもかけてしまう有能な記者です。彼女の主張は最もだと思います。予言はとても重要なものですが、ほんのわずかな言葉で人生を左右されてはいけません。おお、オイラもそう思うぞ。それを聞けてなんだか心強いぜ。あ、それとこの間の話ですが、すみません、試しては見たものの、ここ最近おばばと連絡がつかないんです。今夜もまた試してみますが、うまくいかない可能性も考慮しておいてください。 Actually, someone already came over. え、本当？ Yeah. 嘘、そんなことがあるなんて。 I believe she came to pass a message to us. 神の視線にも資格があるって言ってたよな。肝が座ってるやつだぜ。普通、神は万能だって思うはずだろ。魔女会のメンバーであれば、おそらくただものではありません。N と呼ばれる魔女。おばばから何度か彼女のことを聞いたことがあります。方向感覚に優れていて、道に迷っている人を導くのが好きだとか。でも、私は一度も彼女に会ったことがないんです。もし生きているのなら、決して若くはないでしょう。おばばでさえ何百歳なんですから、きっとおばばより長生きしていますよ。うぎぃ。魔女会の人って恐ろしいな。みんな元気いっぱいなのかな。能力だってそれはもう恐ろしいものですよ。彼女がわざわざ見に来たということは、あなたの問題は彼女が興味を持つほど重要だということです。でもオイラ、あいつの言ってたことをまだ理解できてないんだけど。彼女のヒントは曖昧ですが、おそらくまだ天気があると伝えたいのでしょう。しかし、その天気がいつ訪れ、どういったものかについては、今のあなたが知ってはいけないことなのでしょうか。True, her words were meant as helpful hints. But when will we realize their value and meaning? Was that the best answer that my question could have gone? 旅人、パイモン、大丈夫ですか？大丈夫だぞ。けどオイラちょっと息が詰まりそうで、なんだか世界の滅亡が本当に訪れるような気がするんだ。 I have the same feeling right now. ええ、その胸騒ぎは私にも感じられます。私はいつも運命を目撃する側の人間に数えられます。私の目に映る範囲では運命が決して揺ら、しかしそれでも私は奇跡を期待し、信じています。占星術は普遍で合理的なものですが、運命はそうではありません。残酷で、時に美しいものでもあるんです。おそらく、N はそのことを伝えたかったのかもしれません。信念を失ってはいけない。目の前にあるものが、
必然的な結末とは限らないことを信じる傍観者でいることも考えましたが、やはり私にはそんなことできません。たとえ無駄であっても、もう一度だけみんなの戦いのため貢献したいと思います。最後の瞬間まであがかなければ、どう胸を張って結末を迎え。おお、確かにその通りだな。ああ、私としたことが、また先生術の話をペラペラと喋り始めていました。本当にすみません。専門分野の話になるとつい。 No need to worry about it, そろそろ帰ります。Thank you. あなたを少しでも勇気づけることができたのなら、無駄口ではなかったようです。きっとそのせいなのかもしれませんね。Probably. 私たちがいつも偶然出会って。Bye. なんだか今の言葉を聞いてたら、胸の奥がキューってしてきたぞ。旅人、オイラ急に外を歩きたくなってきた。ちょっと散歩しに行かないか。街中を歩きながら、いつもよく通る場所を見ても